武井さん、日アムの臨時コーチお疲れ様でした。僕も大学の途中までですが、野球部にいたようにとても興味深く拝見してました。今回の経験で竹井さんが一番勉強になったことは何でしたかガオラの動画でコーチングしてるチームめちゃめちゃかっこよかったです。ビッグボス、武井壮さん、一郎さん、三浦和義さん、僕の憧割夢を与えてくれてる人生の先輩です。今回勉強になったことはね、あの、ビッグボスだね。ビッグボスはやっぱり、本当に何だろう。スポーツをエンターテインメントとして世の中に届ける達人。 やっぱり自分の活動やっぱり人が思いつかない。なんだよ、それってみんな思うかもしれないけど、球場にさ、三輪車で、バイクで、トライクで、ブワブブーってさ、ノーヘルで登場するなんてさ、誰も思いつかないじゃん、プロ野球の監督が。それをやったらさ、それは取材来てるから、プロ野球のキャンプって。取材来てるとこにそれで行ったら、当然他の監督の入りよりニュースになるよなってわかるけど、やらないこと 当たり前のことだけど、みんなやらないよねってことを、あの人は簡単にやってのけて、しかも自分からそれをアイデア出して、周りの人が動かざるを得ない状況にして、またわがまま言ってるあの人、また突破しないこと言ってる、でもやると話題になるから用意しちゃおうって思わせてるんだろうな。だからやっぱり何かを広めたいなら、俺も今フェンシング協会とかやってるけど、なかなか思ったように広まらないけど、あの人は 自分が率先して自分をニュースにすることで自分の所属するチームだったりとか集団にやっぱり目を向けるっていう術をよく知ってるね。うん。だからまずは自分をニュースにすること。そこから中の何かコンテンツを見せていくこと。多くの人にやっぱり目を向けてもらうっていう、いつも俺が言ってるけどクオリティじゃなく人の数だよって言ってるのを字で行ってる人だったね。しかも毎日。 ああいうのは俺も自分で言ってながら人に教わることがまだあるなと思って、ああ、あの人はやっぱすごいなと思ったね。俺もなんかいつの間にかやっぱりちょっと社長ッこばって会長みたいな肩書きもらって、なんか、なんか平べったくなっちゃってたなっていう、そうじゃないよな、竹井壮っていう。お俺自身がニュースになりゃいいよ。ニュースを提供すりゃいいよなって思って。まあでもその一部として、 新庄さんのオファーも、うん、エンターテインメントの一部としてお受けして、でも選手たちには本気の指導をして、人生のプラスにしてもらえたらって思うものを本気で伝えに行ったんで、ビッグボスも喜んでくれたし、なんかいい一日になったなと思いますね。